はい、皆さんこんにちは、泉誠です。今日もですね、こちらコビーズベースボールワークアウトスタジオさんの方で撮影の方させていただいております。今日はどんな内容を皆さんにお伝えするかと言いますと、前々回ぐらいに流した動画なんですが、下半身の使い方ですね。この動画の中で、私の弟ケイトがモデルでね、出てて、こうスクワットしたり、した動画なんですけども、この動画の中でケイトはこう構えるとね、膝が出て構えるタイプだったんですね。で、何回やってもこう膝をこうやって曲げて、構えていたんですけども、自分は膝が出ませんと、そういう場合はどうなるんですか、そういった質問を受けましたので、今日はそこら辺のことについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは解説の方に入っていきたいと思いますが、構えですね。構えることを結構私の方は重点的に皆さんに大事だよということをお伝えしています。で、その構えの時に下半身ですね、下半身が自分の中で動きやすくなるためには、構える前にこんな感じでスクワットをね、入れて、そしてスクワットをやってこう立ち上がって、構えていくと、その後のスイングっていうのが下半身使いやすくなりますよというようなね、内容を、動画の中でお伝えしていきました。で、それをね、実際にやってもらった方結構いらっしゃって非常に嬉しいなと思うんですけども、ケイトは、右打ちですね。こうやってこうスクワットをして構えると、腰を落としてね、こういう感じで膝が曲がったように、膝を曲げてね、構えてました。で、それで振っていくと非常にね、スイングが鋭くなっていったんですけども、これね、実はそうじゃない人もいます、そうならない人もいます。私なんかは実はね、このスクワットを例えば入れて、でこうやって立ち上がっていくと、そんなにね、膝がね、前に出てこないんですね。でむしろね、こうお尻を引いたようにしてね、構えてで、私なんかはこちらの状態からの方がスイングっていうのがね、スムーズに振れて、下半身が使えてるなっていうようなね、感じがあります。これ逆に、腰を落としてね、低く低く構えようとすればするほど下半身が使えなくなっているっていうような、そんな実感があるんですね。で、冒頭でもお話ししましたが、スクワットをやってみて、自分はどうも膝がね、前に出て構えるタイプじゃないなっていう方は、股関節、ここを柔らかく使えてるかっていうところをぜひね、チェックしてみてください。そこがうまくはまってくると下半身しっかり使えるようになってきます。で、そのためにも動きの中で、ね、下半身の動きっていうのを意識したりするよりも、最初の構えの時にね、いかに自分が動きやすい準備ができるかというのが大事になってきますので、ぜひ動き作りとしてスクワットですね、スクワット、スクワットで、自分にとっての動きやすい動き作りっていうのを徹底的にやっていって、そしてそれをバッティングに生かしていってほしいなと思います。そして前々からですね、人の体の使い方には、タイプがあるよというようなお話ししております。これに関してはフォースタンス理論の、リンクを貼ってますので、そちらで詳しく見てほしいんですけども、やっぱり人っていうのは体の使い方っていうのが一通りじゃないんですね。ですので大事なことは、自分にとって動きやすい体の使い方っていうのは何なのかと
いうのをしっかりと自分自身で理解した上で、そして技術を高めていく、ね、この必要があります。実際私は現場で指導するときなんかは、そのね、それぞれのタイプに合わせて、指導をしていきます。ですので、やっぱり選手によって見るポイントっていうのがもちろん違ってきますし、アドバイスもバッティング一つとっても、それぞれにやっぱり必要なアドバイスっていうのがあります。でそこをね、踏まえた上で、まあ、この動画の中でいろいろなお話はさせていただいているんですけども、ぜひ、自分のね、動きやすい動きっていうのを、今の時期にしっかりと作っていってほしいなというふうに思っています。自分に合った動きをね、身につけることができると、やっぱり上達のスピードっていうのも、加速していきます。もう今までと比べ物にならないぐらい自分自身で、あ、上手くなってるなっていうのを実感できますので、そこをね、しっかりと掴んでほしいなというふうに思います。動きのコツとか、上手くなるコツとかいうような話をするんですけども、そのコツっていうのは、そこの部分を掴めた時ですので、自分に合ったね、スイング作り、これぜひやっていきましょう。はい、それでは今日の動画いかがだったでしょうか。本日のおさらいです。本日のおさらいなんですが、こうスクワットをしてね、自分にとっての動きやすい体の使い方をマスターしていくということをやってほしいんですけども、その時に膝がね、曲がっていく人と、そうじゃない人といるんだと。でその中で自分にとってのベストな動きっていうのをぜひね、見つけていって、そしてその中でスイング、しっかりと作っていってほしいなと思います。今日の動画が良かった、参考になったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録や高評価が番組を作っていく上での励みになっております。そしてこれからどんどん野球に関する情報を発信していきますので、その情報が皆さんの役に少しでも立てば嬉しいなと思います。応援よろしくお願いします。それではまた。